はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。石黒様、高島様、小川様、久保田様、大野様、みゆき様、横田様、秋山様、アシュシュ様、武蔵の親父様、圭一様、やすし様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠にありがとうございます。月1回毎月ご支援いただける方ですね。今日あれなのはね、ご紹介するのはね、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。見ての通り一目瞭然なんですけれども、散髪大失敗いたしました。かつての福山じゃないや枝野幸男ぐらい失敗しております。ヤングを目指してですね、2ブロックに従ってんですけれども、ヤングっぽく、ちょっと年配の床屋さんで私の説明が伝わんなかったんだが、なんかこんな風にされて、しまいました。こういうのなんて言うんだろう、ジャーヘッドっていうのかな、軍隊ヘッド。これの現物が見たい方は12月4日渋谷にいらしてください。 NHK スクランブルでも開催いたします。ご参集ください。読売新聞大手小町が紅白の人選を擁護しておりました。紅白歌合戦に吹く韓国の K-POP 旋風は選出の偏りか、 K-POP グループを通して紅白を世界に拡散したい NHK の思惑、しわくって読むのかなみたいなことでね。まあ、記事を要約するとですね、5組出るうち3組には日本人入ってるし、韓国人を使って世界の紅白つうことでアピールしたいんではっていう、無理筋な擁護しておりました。ネットの反応です。言い分がさすがに無理がありすぎて悪っち。デビューしてないグループが出るのが謎でしかない。半年も経ってない人気グループがどう世界に拡散できんの。韓国政府がから出演料が NHK に支払われてる話があるみたいだね。受信料をおもちゃにしてんじゃねえぞ。紅白歌合戦の歴史もここに終了かな。世界中から受信料取れよ。金払ってる日本国民のためにやれよ。世界に拡散の世界ってどこだよ。多分ですけど、中国、韓国、北朝鮮が、こいつらの言ってる世界ですね。世界のすべて。記者の頭の中では、韓国イコール世界なのか。NHK に法則発動。昔だったらデモが起きてたぐらいのご利用しっぷりだけど、もう日本のテレビなんかどうでもいい。意見がありまして、いやいやいや、やりますよ。NHK スクランブルでもね。今日もツイートしましたけども、21% の方が、滞納している。約900万人ね。そうするとね、ちゃんと払ってる8割の人から、取り立てた金で作った映像を、滞納してる2割は、ただ見している。もしくは、契約せずに、ただ見している人もいる。っていう不公平も、スクランブルだったら、是正しますもんね。滞納したらですね、そのアカウントとパスワード、消しちゃうみたいな、凍結みたいなことしたらすぐじゃん。滞納ゼロになりますよね。世界がーって言うんだったら、なんでね、グラミー賞受賞者、アメリカのアーティストとか、歌も踊りもキレッキレで、ファンが10億人規模でいるインドのスターとか使わねえんだって話。韓国だけなんで5組も、出すんだっていう話。この読売新聞の大手小町の苦しい用語によれば、世界の紅白をアピールしたいからだみたいな感じですけど、じゃあグラミー賞とか、インドの歌手、踊りもキレキレ、どうやって踊ってんだかわかんねえぐらい、キレキレの、ボリウッドっていうんですか、ファンも10億人規模でいるしね、読売の用語が、苦しすぎてバカすぎる。なんで韓国だけなんだ、世界っちゅうんだろっていう説明に答えられないでしょ。一個もさ、結局はまあ読売もその子会社の日テレも NHK の子分ってことで必死に擁護してんだわな。ってことは擁護を開始したってことは不平を
不評、大不評が耳に入って、これはまずいってことになったんでしょうけれども、まあツイッター見てたら非難合々だっちのはすぐわかりますよね。よっぽど鈍感でブロックしまくってる人じゃなければね。10年も前から韓国人グループ出してね、非難合々なのに全く行儀が良くならない、改善の見込みもない、これパヨの特徴で独善的っていうのがありまして、俺は正しい、俺に従えみたいな、そんな奴らばっかりだから、か反省も改善もできねえのね。なんつったって俺は悪くない、どこも悪くない、っていう連中ですから、反省点なんか見つけらんねえし、見つけようともしないじゃないですか。だからパヨに進化なし、パヨはもう化石のような脳みそ考えのままずーっと来て、まあ NHK もその通りなんだろうな、俺は悪くないっつうことで、改善も反省も何もしない、化石みてえな頭でこれからも行くんでしょうね。秋葉賢也復興大臣に選挙で買収の疑惑が発生、選挙収支報告書の記載が不透明、選挙中次男が秋葉賢也って書いてあるタスキをつけ影武者やってた、選挙違反、これ飯食ってる間お前立っとけみたいな話なんでしょうかね。選挙中受け取ってはいけない公設秘書に報酬など、これ買収ってみなされるみたいであります。プラス政治団体、自分の政治団体の家賃をですね払ってたわけなんですけれども、その建物の所有者が奥さんで、10年間で150万、してみっと1ヶ月12万ぐらいの家賃だったんでしょうか。これを10年1500万払って、その建物はもともとは夫婦の共同名義だったものを妻に贈与したっていう、建物だったっていうのを国会で追及されてました。ネットの話、比例ゾンビを大臣に起用してたのか、笑い。さすが岸田さん、見る目あるね。人を見る目、ですかね。喋り方がムカつくから首にしろ。あ、そうなんだ、ムカつくんだこいつ。岸田の人事はすごいな。当選回数の割に目立てなくて、やっと大臣になったと思ったら、これで終わったら4人目、大臣更迭の記録更新じゃないか。何回致命傷受けてんだよ。いや、岸田さんの人を見る目はすごいな。7月に組閣したばっかじゃなかったっけ。たった4ヶ月でですね、この人、秋葉さんが辞任したら大臣4人辞職ってことで、これ記録更新じゃないの。内閣持つのかな、こんな不祥事だらけで。自民党議員ね、それも揃って脇甘すぎんじゃないか。総理自身の選挙でも宛名も品目も空白の領収書が94枚もあったっちゅう。それでもお咎めなし。今度からちゃんとやりますの一言で終わっちゃったね。選管や警察も忖度して甘やかすからね、自民党議員って脇甘々になってくんではなかろうか。調子に乗って傲慢になって。真っ白クリーンな自民党議員っていないのかな。なったばっかの人はあまり汚れてないでしょうけれども、2期3期ってなるとグダグダになってくのかな。日本医師会記者会見、新型コロナの扱いを全額自己負担となる5類にするのは反対、抗菌投入ありの新5類を作ってほしいって、ほざいておりました。公費負担をやめることには反対だと述べた。2類のままにはしとけねえよなーっていう思いはあるみたいなんですけど、ネットの話です。金が欲しい。5類でも金くれるカテゴリー作れってことでしょう。混雑は嫌だが金は欲しい。風邪だけど金欲しい。こういうことか。金。楽して金が欲しいって素直に言ってて、帰ってすがすがしいぐらい。ちょっとは取り繕えよな。ちょっとはカッコつけろよなって話なんですけど、医者もね、甘やかされてっから傲慢になってって、自分で何言ってっか、こんなこと言ったら、惹かれるなっていうのを分かんなくなってんのかもしれないですね。医師会もね、いつまでも強制隔離もある
二類のままにしておけないっていう認識はあるみたいですけど、もう十分もう下手でしょうよ。コロナがなくても他の産業よりもさ優遇されてるしさ、あ、国民健康保険で、尾身会長が経営する医療法人も300億円もボーナス稼いだって聞いてるしね。もう足りるを知れっていう、もっともっとって、金欲しい金欲しいってもう醜くて浅ましいからもうやめろって話ですよね。コロナ騒ぎで下がりすぎたのか、企業の業績なんですけど、コロナで下がりすぎちゃったのは戻っただけなのかわかりませんけれども、今年の法人企業統計は全業種で増益。そういえば去年の税収がバブル期超えて記録更新って話でした。なんか庶民にはちっとも回ってきませんけどね。税金も高いしね。この記事を見てムズムズしたんだか知りませんけれども、共産党 C 和夫がですね、内部留保権を取り上げろって言い出しました。大企業の内部留保への時限的課税で賃上げ促進を、いよいよこの提案を実行すべき時です。岸田さん、これを採用しないというなら対案を出してください。結局金余ったんだったら取り上げっとっていうことで、そんならば給料で出しちまえっていうのを促進しましょうって言いたいらしいんですけれども、まあなんか今 C 和夫ってツイッター芸人って貸してるような感じしませんか？ネットの話、それって法人税を2回取るってことなんだが、内部留保がどういうものなのか全く分かってないんだろうな。内部留保って税金払って残ったお金のことだぞ。現行のままでっていうのが対案だぞ。赤旗配達の時給を2000円くらいに上げてから言えよ。企業が利益をどうしようが共産党には関係ねえだろ。雇用を減らして困窮者を増やそうとしてないか。まずは共産党の繰り越し金に課税しよう。C 和夫をいい年してバカみたい。何にも分かってなくてバカみたい。内部留保って、まあ、家賃払って給料出して物生産して残った純益から法人税取られてやっと残った絞りかすみてえなもんですよ。これをね権力で取り上げるっつうことは、 C 和夫はやっぱりね 100% 納税させて 100% 配給しるっつうね、すべてを取り上げすべてを与えるっつうね、神のごとき北朝鮮みたいな体制目指してんだろうな。内部留保に課税は法人税を2回かけるってことですよね。二重課税はガソリンと酒税だけで腹いっぱいだって話。これらもなかなか是正されませんけどね。2022年法定実行法人税率ランキング、世界各国ね、1位コロンビア 35%、 2位ポルトガル 31.5%、 3位オーストラリア、コスタリカ、メキシコ 30%、 6位ドイツ、29.83%、 7位日本 29.74%、 以下 G7 の国はですね、まあ、先進国ね、イタリア 27.81%、 カナダ 26.21%、 フランス 25.83%、 アメリカ 25.81%、 まあG7 の国は25から30% の範囲内に収まってますね。1位のコロンビアってなんか共産主義風味が強いんで参考になりません。まあ概してですね、商売がやりやすい国は法人税率が高いって言ってもいいと思います。38位ハンガリー 9%、ここはですね商売が成功しにくいんでしょうね。こういうとこはね、やっても儲かんないんでしょうね。だから法人税率安くして外国の企業さん来てください、やってんだと思いますけれども、結論、実質税負担率 48.1% の重税国家日本は法人税率も十分高い。C 和夫はコロンビア目指してんのか、それともね共産党の一存で財産没収できる中国目指してんのか、どっちかですかね。そういえば当局に睨まれて、なんか一時期監禁されてたアリババ創業者のジャック・マー、現在東京に逃亡中らしく、銀座クラブでたびたびの目撃情報上がってきております。儲かってそうな企業の財産を好きに没収できるってことは
法人税率無限大ってことですよね。やはりあの恐ろしいな中国は。シーカーズをいい年してなんも分かってなくてバカみたい。使用言語が違うといえばまあそれまでですけどね。こちらもバカみたいな沖縄パヨの言論リーダー琉球新報社説。敵基地を攻撃すれば核戦争になるぞ。ネットの話、何言ってんだか分かんねえ。妄想をつならなんで今核戦争が起きてないんだ。反撃しなくてもなるときはなる。もう2発ほどミサイル撃たれてるけど無抵抗で降伏しろって言ってるようなもん。強盗はヤクザ事務所より一般家庭に来るもんだ。冷静に慎重に考えることを呼びかけたいとか書いてんですけど、いきなり核戦争とか極端に走ってるお前らがまず落ち着ける。冷静でないよお前ら。戦争の準備をしている場合ではね、準備をしてるのは防衛なんですけどね。やっぱパヨはですね、結局言葉を変えて無抵抗で降伏しろ、日本人は黙って殺されてろ、言ってるに過ぎませんね。まあスパイどもですから。日米安保戦争になるぞ、イラク派遣戦争になるぞ、安保法改正戦争になるぞ、秘密保護法逮捕されるぞ、テロ準備罪、逮捕されるぞ、などなど何十年も嘘つき続けるパヨどもですけど、実現した試しねえよね。経験則的にパヨの推測は外れると。宗教被害救済法で不安を煽って寄付求めるのは禁止になるそうですけど、メディアのこういうのも規制してくれないですかね。反撃すれば核戦争になるぞ、これ十分不安煽ってませんか。日本紙ねえのユーキャン流行語大賞、今年の大賞は村神様。知らねえ、何それ。なんか野球の用語らしいんですけど俺わかんねえ全然。まああの反省も改善もしないパヨらしいっすね。俺が正しい、俺がに従い、って言って反省点も見つけない改善もしないっていうパヨ、永遠にやってろって、普通の人が知らねえの対象ですね、言ってろって、もういいから好きに、いう感じですね。というわけで12月4日 NHK スクランブルでも、ご参集ください。3発大失敗デトックスジャパン。